こんにちは、しげしげです。ラグウェル降臨を劉備でやっていきたいと思います。継承ですがリーダーの劉備に、ブルークレストを継承しております。でホスト A 側がズッキーさんで B がしげしげです。はい、道中は花火で抜いていきます。はい、バトル2も花火ですね。はい、バトル3で火属性吸収が来てしまうので、まあ、このラファエルだとね、火属性で火を持ってるんですけど、はい、今ちょうど来ましたね。落ち込んが来ても問題なく抜くことができます。はい、ここも花火で突破していきましょう。でこの次ですね、根性持ちなので、ここでラファエルを使っていきます。ラファエルからの、ディオスで結界を張った花火にしてあげて、これでひとまず削ります。はい、で1残りますので、この後ですね、はい、攻撃を無効化した後に、花火からの強化でブルークレスト使ってあげて、このブルークレストのね、追加効果の固定ダメージで倒してあげます。でここでスキル封印からの覚醒無効が飛んでくるんですけど、泥強花火プラス炎波で抜くことができます。ということで非常にサクサク周回できますので、ぜひね、相方さん見つけて周回してみてください。ご視聴ありがとうございました。